皆さんこんにちは、コセンドです。本日はですね、 YouTube のコメントとか、まあ実際のその私が実施しているコースとかでもこうよくいただく質問というのがございまして、ご返事できたりとかする時もあるんですけど、なかなかね全員皆さんにご返事できなかったりすることがあるので、ここでですねそのご質問にですねこうまとめて私の見解ですねお答えを申し上げておこうかなと思ってこの動画を撮っています。よくある質問の中で、まあ本当これは結構多いなというところなんですけども、まあ今日本語教師になろうと思ったら、その資格に関してはね、それこそ今国家資格が出来上がる新しい日本語教員試験があるよとか、検定試験があるよとか、あとまあ資格を取るとなったら試験じゃなくて420時間の養成講座、ね、日本語教師養成講座っていうのがありますよと。で、結局ね、どれがどれっていうところで一番悩むものが一つあって、それをね受けようとか取ろうとかって悩むのがあって、それは420時間の養成講座だと思うんですよ。っていうのも、なぜかというと、まず第一に、これはね、どうしてもしょうがないところなんですけども、一番お金がかかる。どうしても、いわゆる50万前後、安くてもやっぱりその50万を切るっていうのはなかなか見たことないんですけども、50万とか、それ以上の金額っていうのが、どの養成講座もかかると。それがね、例えば1年間で終わるコース、まあ半年とかで終わるコースとかね、e ラーニング、組み合わせたコースとか、それは学校ごとにいろいろあるんですけども、どうしてもその費用がかかってしまうと。そしてまあ費用と同時に、もちろん時間もかかると。非常にこうコストがですね、皆さんが、そこに投入しなくちゃいけない、労力だったりとかお金だったりとか資源のコストが、一番高いのが420時間の、まあ養成講座なんですよね。もちろんですね、この養成講座っていうのは、私の、コセンド式日本語教室では、やっていません。つまり私はですね、箱の学校を持っていないので、この養成講座っていうのをやってないんですけども、まあ、周りのね、いろんな、大きい大手の学校で、その養成講座っていうのが開催されてます。で、私はね、やってるのが、その先ほど言った2つの、試験対策の方のコースをオンラインでやってるだけなので、どうしてもね、私がね、まあ、試験ね、受けた方がいいですよとかね、試験受けましょうとかって言うとね、私がやってるからみたいな感じになるんですけど、じゃあそれで420時間はね、5000だ、どうなんのかと。420時間あなたはどう思ってるのかっていう質問にお答えしようと思うんですけども、結論から言うと、私は受けた方がいいと思っています。私の考えはまずですね、これは私が自分の師匠にあたるね、教えをもらった人からの、言葉なんですけども、とにかくそういったものは取れるものは全部取っちゃった方がいいというふうに教えていただいてたんですよね。当時私はまあ別に必要最低限でいいんじゃないかなと思ってました。例えばね、日本教師では今のところね、まあ、国家資格はこれから出来上がりますけども、当時とか最近までは、特にね、すごく厳しい資格ではなかったんですよね。最悪ね、まあ、言ってしまったら、その資格が取ってない人でも日本教師として働けたりとかする。まあ、それはね、法律上問題ない、仕組みになっているところだったので、必要最低限ね、採用条件にね、引っかかるようなものを持ってはいいかなと思ってたんですけども、とにかく全部取っといた方がいいというふうに、まあ、アドバイスをいただいて、あ、じゃあそういうもんかと思って全部取っておきました。結果的に良かったですね。やっぱりなぜかっていうと、やっぱ全てしっかり取り切っておくっていうことによって、やはりですね、まあ、客観的に見てもやっぱ信頼性が増しますし、まず試験系を受けることに関しては、やっぱり勉強しますよね。で、勉強することによって、知識ももちろんアップデートされて、よりね、こうなんかクリアに、論理的に体系的に日本語教育という、日本語教育っていう分野の知識を頭の中に詰め込めるという練習になります。そして420時間の方、これはですね、やはり重要だと思っておりまして、皆さん、じゃあ、例えば、日本教師になりたいと思った時に、応募とかした時に、何が、まあ、必ずと言っていいほどあるものが、他のね、仕事とか、他の業種と違って、特殊なものが一個ありまして、模擬授業というのをですね、やるんですよね。そうなった時に、じゃあ、その模擬授業、ね、いきなり日本教師になりたいと思ってやってくださいって言われても、やっぱりなかなかできるものではないですよね。それの練習がね、やはりできるというのが420時間の養成講座に通うという強みであります。そして、仲間もできます。その仲間の中で情報も共有し合えます。そして、先生もね、複数人の先生が担当していることが多いので、その先生にも相談できます。そういったつながりの中で、実践的な部分も相談できる仲間だったりとか、場所、環境っていうのを揃っているのが420時間の養成講座なんです。
ね。なのでもちろんね、養成講座は実践以外のところで、まあ、理論座学で勉強するところもあります。でそこでもね、やっぱり仲間がいるとか先生が何人かいるとわからないところとか質問することができますよね。なのでただね、独学で試験だけを受けるとかっていう方法ももちろん、いいと思うんですけども、やはりそういった仲間がいて、実際の日本語教師の授業とかそういった実践的なことを仲間と一緒に環境を整えながら学んでいけるっていうところは、やはりその先ほど言ったコストかかる、まあお金とか時間かかるんですけども、日本教師を目指す上ではまあメリットに、絶対になるというか、まあもちろんそれはね、皆さんの受け方次第になるんですけども、メリットにすることがやろうと思ったら絶対できるので、受けるか受けないかどっちがいいんですかと聞かれたら、私は受けた方がいい、私だったら受けるというところでお答えしておこうと思います。で続きまして、2つ目の質問に、行こうと思います。2つ目の質問はですね、まあ、特に文法とか、まあ、専門的な言葉とか知識っていうのを、それこそ420時間の養成講座でもそうですし、まあ、先ほど言った試験系を受けるにあたっても専門的な言葉とかを勉強していきます。例えば特に文法とかだと、なんかいろんな言葉が出てきますよね。まあ、例えば、初歩的なところで言うと品詞の言葉、ね、動詞があって助動詞があって連体詞があってとかね、そういったことを勉強していく。そして、まあ、なんか国語文法とかね、そういったことも少しなんか勉強したりとか、ただその中で結構ね、やっぱ気になる、そういう勉強してる方が気になるところが、実際例えば学習者の方、日本語を教える、日本語の授業をするってなった時に、そういった品詞の言葉とか文法の言葉とかって使うんですかって言われると、使わないんですよね。例えば助動詞とか、いう言葉、もちろんその助動詞であればだろうとかね、らしいとかってありますけども、そういった言葉は勉強するんですかって言われたら、もちろん学習者の方は勉強します。何々だろうとか何々らしいですとかっていう表現を勉強するんですけども、それを助動詞とかっていう言葉で紹介したりとか、420時間の養成講座の座学で習うような内容をそのまま学習者に伝えるかって言ったら、そうではないんですよね。じゃあ、それって座学とかね、理論的なところって学ぶ必要あるのかっていうところなんですけども、私としてはね、もちろんね、私が仕事としてやってるっていうところもあるんですけども、私はそれを知っててよかったと思うことがあるので、それをですね、お答えとして返しておこうと思うんですけども、まあ、つまり質問としましては、そういった理論的な部分と、まあ、実践的な部分って、まあ、どういうふうにつながっていくんだろうというのがご質問ですね。それにお答えしていこうと思います。私としましては、まあ、勉強していてよかったなと。で、なぜかっていうと、私たちはその知識とか、まあ、例えば、まあ、文法とかの勉強をすると。で、それを授業準備するときとかに、まあ、例えばその、この言葉はこの表現とは使えないなとか、で、それ理由があったりするんですよね。それを調べるために、もちろん文法書とか、ちょっと専門的な本とか、そういったものを読んでいきます。その時に、例えば、ベースとなる言葉、そういった理論に使われるような、品詞の名称だったりとか、専門的な言葉を知らないと、その本が読めないんですよね。つまり、言葉がわからないと、何を言ってるかさっぱりわからないっていうことになってしまうと。なので、調べる段階で、その言葉をしっかり知っておかないと、それが詳しく書かれている本が読めない。つまり、それで、授業を準備する際の妨げになってしまうと。逆に言うと、それが読めると、ああ、そういうことで、この表現はね、この言葉と使えないのかとか。だから、じゃあ、授業では、それは扱わないように気をつけようとか、そういったことに、つながっていくんですね。なので、披露するためというか、その理論とか勉強して、それを学習者に披露とか教え込むためではなくて、逆に言うと私は、学習者に対してが困らないように、先にこう道をきれいにしておくというか、困らないように文法的にこの言葉を使った方が学習者がすんなりスムーズにそこの部分クリアできるからっていう準備のための知識として必要なんだと、いうことをですね、いつもお伝えしております。まあ、例えばこれが別の業種で言うと、例えばお医者さんがいらっしゃると、まあ、ちょっとね、かなり話は違うかなってところなんですけども、まあ、お医者さんね、お医者さんになるために勉強されると思うんですけども、まあ、その、お医者さんが勉強される、まあ、専門的な言葉とか、理論、理屈とかっていうのは、まあ、患者さんにはね、もちろん説明の中で伝えることあると思うんですけども、それをそのまま患者さんに伝えるわけではないですよね。それを用いて、まあ、患者さんに対して、なんか適切なものを考えていくとか、そういったことになるので、まあ、なので、まあ、それと、まあ、ちょっと似たような話かなと。まあ、教師側っていうのは、その専門性のある知識とか、そういったものを入れて、それを、学習者の皆さんに返すときの、
まあ、準備のために使っていくとか、そういったことのために必要だから勉強してるんだぞというようなところが私のまあ一つ答えだというふうに考えております。まあ、そこからね、例えば規則性があると、文法とか文法書とか読んでるとこういう規則性があるんだと、でそれはね、学習者の方に伝えられそうな規則性だったりすると、それはもちろん学習者の方に伝えていくので、まあそういったね、本当にね、もう膨大な知識ですね、言語の知識では膨大なので、いろんなことを常日頃調べなくちゃいけない、考えなくちゃいけないので、その調べるとき考えるときの過程になるのが基礎的な理論だったりとか、そういったことになってくると。ということで本日はですね、まあ、YouTube の、まあ、特にコメントの方でですね、よく、いただくご質問で、ちょっとコメントもたくさんあって、なかなか私の方でお返事しきれてないところがあったんですけども、まあ、よくある質問ということで、お話ししていきました。私の今やってる実践コースだったりとか、まあ、試験対策コースだったりとか、そういったところでは定期的にこう質問会という時間も設けておりまして、まあ、オンラインで直接、ね、私と会話というかね、直接つながりながらそこで、ご質問いただくという会も開いております。まあ、そこでね、今出たような質問とかもね、よく出てくるのでお答えすることが多いんですけども、ぜひですね、そういった、ご質問ね、たくさんしてみたいんだという方、一緒にね学びたいんだという方ですね、私の方の開催しているコースも、様々ございますので、そちらの方ですね、概要欄の方に、コースそれぞれの詳細書いてありますので、興味ある方ぜひ、お申し込みのご検討をしてみてください。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。この動画いいと思ったら高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。